本日は正月版の海馬と戦ってみたいと思います。見ての通り回復屋がを入れてない、ゴリ押しメンバーですね。効果力で短期間で決着をつけていきたいと思います。倒される前に、必殺口を11個作れればこちらの勝ちという分かりやすい話ですね。とにかく11個作れれば勝ちということですから、やっていきましょう。はい、相手は反撃かかってますけど、もう無視です、反撃なんていうのはね。で、生成数が11って書いてますよね、右上にね。こうなった時はもうリコ入れちゃいましょう。で、6個で作れるようになったので、作っていきましょう。作るところがないかね。作れるところがないかもしれないのですので、どうしようかな。こっから。作るところがあるか、5個しかない。6個作れますね。作れるね。作れるけど、ここは、ポンキルでも入れておきましょうね。で、ここで、これを入れちゃいましょう。作るところがないから部長ですね。この辺で作るところがまたなくなりましたので、どうしましょうかね。ここ邪魔くさいですね。作るところがないですね。切るところがないからこの辺切っちゃいましょうね。で、テルハス入れましょう。いいですね。そしたらこれか。バッかけていきます。そしたら、バフかけて、さらに、これですね、海馬入れて、弱体化ですね。はい、残りましたね。そしたら、こっから、バフかけていきますよ。これ、整地の必要ないですけど、攻撃力が若干上がるので整地しましょうね。次、量産で1個プチを変換してバフかけまして、さらに勝利マンでバフかけまして、はい、割っていきましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。14ぐらい割ったので一撃ですね。はい、一撃で倒しましたね。所要時間はゆっくりやっても4分半かからないぐらいですね。これなら周回できると思います。はい、1体ドロップですね。まあ使い方としてはもう初手でいきなりですね、このハレルヤ入れてハートと赤を増やして、そこから変換です、変換ですね、必殺プチにね。で、このテルハシのところが肝でね、このテルハシがね、うまいこと作れれば、勝率上がるんですけど、テルハシが変なところに作り上がるとですね、
残念ながら回復ができないですし、必殺口も作れる数が減っちゃうのでね、このテルハシ次第で勝てるかどうか決まるっていう勝率8割ぐらいの確率ですね。で最後割るときは、割る2ターン前からですね、トランクス弱体化を入れると、その弱体化の相手に追加ダメージということで、悟空の息子がね、攻撃力上がりますね、ダメージ量がね。それから緑の海馬は遊戯王特集だから補正がかかってます。4枠目のモモはそうですね、コロ先生とどっちがいいかですね。口向こうが効かないんですよね、この猿とコロ先生はね。あと対抗棒も同じことができますけど、対抗棒は火力が弱いので4枠目に入れるならこの猿かコロ先生でしょうね。おまけ動画行ってみましょう。青の海馬、ブルーアイとホワイトドラゴンですね。緑の海馬、ブルーアイとアルティメットドラゴン、さっきのホワイトドラゴンが3体合体してるやつ。これが今のやつですね。金が水面だって面白いかもね。正月バージョンだね。